ツッコミニュースランキング知事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツですはい 東京地区は歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが市川團十郎の大名跡の第13代目を今年十11月に次ぎ、うん、12月にかけ襲名披露公演を東京歌舞伎座で開くと発表しました海老、はい、蔵さんは13代目市川團十郎白猿となり、うん、長男の堀越勸玄君が市川新之助を襲名します、うん、これ、えー、團十郎襲名がです、ね、発表されたのが2019年の1月。 2020年に襲名披露ということだったんですけれどもご承知の通りこのコロナでその襲名披露が伸びて伸びてということなんですけれどもまあ大いに盛り上がりますからね一方で勸玄君はずっと我々勸玄君という一つのクレジットになってたので慎之介さんに言えない勸玄君って言っちゃうな。しまはいいいじゃ続てきょう はい、プロ野球のセ・パ交流戦は昨日六6試合が行われました、はい、阪神は西武と対戦し今季13度目の完封負け、うん、自力優勝の可能性が消滅しました、はい、54試合目での消滅は球団では21世紀最速です、うんあのまあ、これ自力優勝のねと、はい、いうのはまたあ相手チームが負けることによって復活をしてくるのであ,あ,あんまりその一喜一憂する、はい、ところではこのタイミングではまだないんですけれども、はいまあ、もちろん非常に厳しい状況ではあるということです ですよね。で、一方でえ13度目の完封負けて。むしろこのペースの方がちょっと不安だな投手陣はあのこの。5月は1ヶ月、6球団の中では一番防御率はいいわけですから、はい、やっぱ打ってあげないとっていうのファンの方思うでしょうね。うねはい、ではニュースの方行きましょうか。はい、それではニュースランキング。まずは第5位。 次々と発生した積乱雲が風に流されて戦場に連なり、同じ地域に大量な雨を降らせる線状降水帯の半日前予報がスタートしました、はい、これ、前回、石田さんもですね、はい、エナーの中で解説してくれたんですけども、本当、この最近は何十年に一度の、ねえー、雨ということが結構多くなってきてますし、予報の精度とは言われてるんですけれども、ただ、ここまででも予報ができるようになったということですから、まああのぜひこの発表、ご注意をいただきつつ、はい、ケアいただきたいと思います。はい 続いて第4位政府は新型コロナ対策の水際措置を緩和し入国数の1日当たりの上限を1万人から2万人に引き上げました、はい、また検疫措置も緩和し感染リスクが低い一部の国や地域は入国時の検査と自宅待機を免除しますまあ本当に状況に合わせていかにこの経済を回していくかということは改めて、ね、大事なことになってくるなと思います、はい、続いて第3位 北海道内の住民らが北海道電力泊原子力発電所の廃炉や運転差し止めを求めた裁判で 札幌地裁は、運転差し止めを命じる判決を言い渡しましたあの傍聴って、特にその津波対策のところで基準を満たしていないということで、うん、まあこのあたりです、ね、やっぱりこう地域の方の安全というのも、再稼働に向けて非常に重要なところになってくると思いますので、これ、特にやっぱり、あのそのあたり、どれぐらいね、双方納得できるかというとがあると思うので、うん、まあ北海道電力がこの後どういうふうな、ね、対応してくるかということになりますよね。ねはい、続いて第2位は 物価高騰対策に充てる今年度補正予算が、昨日の参議院本会議で、自民党や公明党、国民民主党などの賛成多数で可決、成立しましたまあこの物価高と言われている中で2、2兆7000億円という金額ではね、本当にどれぐらい足りるのかっていうことにもなってくると思うんですけれども、ね、まあこれが目処ついたということで、いよいよ国会終わってです、ね、はい、参議院選挙へと突入していくことになりそうですね。はい、続いて1位は 政府は岸田政権下で初となる経済財政運営の指針、骨太方針案と、その中核となる成長分配戦略、新しい資本主義の実行計画案を発表しました。 100万人の就労者を対象に学び直しを支援するため、3年間で4000億円規模を投じることが盛り込まれたほか、うん、脱炭素や人工知能などに重点的に投資するとしていますあの岸田さん、岸田政権が発足してから、<え>この新しい資本主義というのは一体、何なんだっていうことをずっと、まあはい、われわれも、ね、聞いてきてたとこのはあるんですけれども、その腰が見えてきたということなんですけれども、はいまあ、そこも含めまして、この後石田さんにお話聞いていきたいと思います。 朝時刻六時まもなく二十四分になります。ここからは石田 A さんでございます。石田さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。朝も打ち合わせで石田さんと少し喋ってたんですけれども、北海道電力の泊り原発の運転を認めないという膨張点の基準満たさないということなんです。そうですね。あの液状化対策のとこがきちんとこう言った裁判所に納得する説明ができていないということですよね。あのまあここに来てね原発の再稼働の動きという中でまあ結構その再 のの基準が厳厳ししいといいととうのは非常にただまあ,あそれはも,うもちろんその東日本大震災の受けてのことなんですけども決まった事情はやっぱりまんまなん、ね、そういうことであるわけですよね。 これまた次どうなんでしょう、このまま控訴していくということなんですけど、えっと、今まで、地裁レベルで、うんえー、止めなさいという動かしちゃだめですという判決は3つ出てるはずなんですけど、はいえー、そのうち一つ、関でのやつは上でひっくり返りました、うん、でもう一つのやつは上行ってます、まだ、うん、まだけ上の結果出てません。 えー、交際もやっぱり止めなさいって言うたことはまだ一回ない本当にねこの電力需給というよ迫するこの夏ねと言われていてか,、ねね、かといって。 稼します言うてポチッとスイッチを押したらすぐこれ稼働するもんでもないそうだ。うちのテレビみたいにつけたり消したりできからねつけるまでにまず相当の仮に再稼働となっても準備がいるし止めるのも止めるのもっていうことですからまあねとはいえこの状況の中で我々もこのエネルギー事情を自分ごとにっていらっしゃいましたよどにどういう形がいいのかってのは考えますしおっしゃるように地域の方からするとですねやっぱり安全性というか何が 何でも最優先当たり前ですけど、確保してほしいなりますからね。で、まあその裁判所で言ってるのは、これ提訴から十年経ってね、十年経って、これぐらいの資料しか出されへんの会っていうのが裁判所のある手のある種の怒りなんですよ。北電に対する。もうちょっと資料出せるでしょうと、ちゃんとした資料。その液状化を含めた時に、もっとしっかり調査できる。十年経ってこのレベルの資料会っていうのが裁判所の一番怒ってたとこなんですよ。ねえ。まああのその後交際に行った時に、これどんな判断になるかということになりそうです。 はいでは今日はこのニュースからお伝えしていきましょうさあ岸田総理に提言「1億総株主化で資産所得倍増を」ということでございます、うんまあ、貯蓄から投資へという流れを進める中自民党が「1億総株主」を目標にした提言岸田総理に申し入れました自民党の経済成長戦略本部の提言は「 日本が欧米と比較して現金や預金の割合が非常に高く株式や投資信託の割合が低いということで国民が1億総株主になって成長の果実を享受できることが重要ということだそうで昨日も少し常連さんとこの話をしいたんですが、うんですね、今日また石田さんに別の角度、はい、から解説してもらって昨日常連さんもおっしゃってましたが僕、はい、もこれに関してはいろいろ言いたいことがあるんですがまずベースの話。うん、えっと、うん ちょっと去年の末にですね日本の、うん、お個人の金融資産が2,000兆円を超えましたというニュースが<ー>いやすごいすごいで,いやでそれはあの30年前から見ると倍になってるんですね。でなんでまあま、まあ、増えるやろ増えるやろを上取ったんですが最近その株も上がったし、うんえー、ということでその。 株の資産がちょっと増えるから2 0 m を超えられるないて言われたら超えたと30年でイヤーって喜んでるんですけどアメリカは30年で7倍だってるんです倍これと違いは何か言ったら日本はその金融資産の半分強を貯金で持ってますアメリカは半分強を株式と投資信託で持ってますこの違いです。 下はいっすよ、ね、そうでかい、ね、単純に個人資産が増えるだけじゃなくて、はい、例えばアメリカの場合ウィンナーがそうやって株式とか、うんまあ、投資信託も結局は株式とか社債に、うんえー、投資するわけですから、うんえー、企業に投資するんですよ結局は。株主にににしししろろ社債企業に投資した結果 えー、アメリカは新しい企、e、業が育ちやすくなっている。<ー>日本はちょっとそこがまだ、そこにお金が回りにくいというのがあるって、うん、まあ、岸田さんとしては、まずその、おまあ。はっきり言って、今の銀行に預けと、っても増えません,、うん。まあ、その、そうですね。うん、もうちょっと、うん。増やしていくならと、うん、なんか。日本もね、七回転年金もそんなも、よう出さないし。はい,は,いはい、はい。で、もっちょいと。増えた時に、うん。うん 株なんかやったら増えた儲かったお金の2割は税金なんですね。そうですね。逆に言うと8割は自分のもんですから。2割は税金で払ってください。で国としてはそれもありがたい。そうですよね。あそれでやるんです。だからまあ言うてるんですけども、まあそのまあ先言った30年で日本は倍やけどアメリカは7倍になったと金融資産が個人のここはまずベースとしてあるわけですね。ありままあ実はでまああの若い人はね割と 最近株がまあまあずっと高かったこともあるんですけど、はいうん、若い人は我々の世代の人よりも株とかね、うん、例えばアメリカの株を組み込んだ投資信託とかそういう,、うん、うリスクがあるけどもリターンも大きいものを結構みんな興味持って買ってるんですよ。若いってどれぐらい若い若ですかいや、あのーまあ、働きだして10年ぐらいとか。<ー> そこの知識もちょっとずつつけていってる。あですよね、まあネットで僕らのとこと違ってネットで知識がつくる。まあそうですよね。でね、<ー>僕ね今日一番言いたいのは、うん、記者さんがこんな言うてるのは僕、僕,僕間違ってないと思うんですよ。これ、はい、あの今度データ見ててもね間違ってないんですけど、うん、もうちょっと子供の時から、うん、あの金融教育をしましょうよという。わかりますそれ、うん。うん。 あのだからそういうのも取り入れてる学校もちょっとずつ出てきてたりするんですよね。あのちなみに今年の4月から高校3年生は家庭科の家庭科男女とも受けます。家庭科の授業で金融勉強するんです。え遅くないですか？遅いです。いやそれこそアメリカではもっとちっちゃい学からやってるとも聞きますし。日本の場合もちろんそのなんでかなんで高三なんですよ。高三の4月がし家庭科いたらねあの放んそのソテッドが作ってますよね。そんな話しない。 のならぬ金でこれどっちかいうともちろんこういう将来投資してねっていうこともあるんでしょうけども18歳が成人年齢になった歳から契約が未成年やから取り消すことができなくなるで悪徳商法とかけのわからんもんに引っかからんように金融の知識つけときましょうっていうのがベースとしてあるわけ。 はい分かりますね。で今言ってるのはもちろんねあの将来こう投資してほしいからでもあるんだけど、うんうん、だったらもっと小学校ぐらいからちゃんと教えないと 日本ってどっかでね働かずに金を増やすことが悪いと思ってるあのねこれは生まれた何かがありますよね。な罪悪感でではいすけとやっぱりねちっちゃい時から僕ら昭和40年代生まれはそうですけどあんまり子供がねお金の話をややしないとありますよね。 お母さんうちって現金お金どれぐらいあるんですかそれも聞きなみたいなあれじゃないですかお金が嫌らしいみたいなそういう方のためにちょっとだけね僕なのイスラム教の金融が面白いなといつも思っててねイスラム教の銀行って利子つかないですそうなんですかイスラム教は利子は禁止なんです何のための銀行なんですかそうか利子はそれこそ働かずして不労所得なのでその イスラム教ってようできた宗教いうとこもあってこれをみんながやりだしたら国として発展しないというのがあるお金は回す利子で食うなみたいな利子で生活をやらしいことやったらあかんだからイスラム教の銀行にいくらお金を集めても利子つきませんその代わりイスラム教の銀行はどうするか集めたお金を投資するんですだからうちの会社今度工場を増やしたいと銀行お金貸してくれと。 同じですよね借りた企業は工場が2つになって製品が2つになった売り上げも倍になって儲けも倍になりましたとわかりやすく言うとおかげさんでこんなに儲かりましたということで配当という形で銀行に持ってくるわけで増えへんなら配当持ってけへんねん増えへんてんからでうまいこと言ったから増えましたって配当を持ってくるわけねでその配当その配当をお金預けてた人に配るわけで これはオッケーなつまり利子はいやらしいけど配当はオッケーという考え方企業努力で収益を上げたもとそして社会がちゃんと回っとるとこれは正しくあの海外とかだとね大きいて話では、はい、そのほら日本の算数の問題ってね、うん、英二君はリンゴ、えー、3個買いました1個50円のリンゴを3個買いました、うん、ひろこさんは1個20円のみたいなあれデアがありました。 で今時五十円のリンゴと三十円のみかんでみたいな話になりますけど、これがもうちょっとリアルで、ええ英二くんは毎月お給料を十五万八千円もらっています。ええ利率二点三パーセントの銀行で運用するとみたいな話にな、そう、保証台台中で入れてる。リンゴとみかんに関しては大阪のばちゃんの勘の方が鋭いからね。大阪のばちゃんってみかんが山盛りになってるのが例えばこっちが三百円、こっちが二百五十円でミカンの木さんもゃ、パッ 見てどっちが安いかからそれも大切ですよ本当にほんでねまあ教育としては投資とは何のやみたいなところかでねもうほんまに僕事業したいぐらいなんやけどそこで言うとね常年さんはもうちょっと難しい昨日も言ってはったけど有料ですからのかだからもうちょっと専門的な知識を必要な人に教えてあげて僕なんかもうほんまに小学生ぐらいにねお金とは何やみたいな話を。 聞きたいですねででちなみにねもうちょっとまあこのラジオを聞いてはる人はあ,あんまり小学生聞いてへんと思うんで、うん、ちょっとあの <laughs>、はい、データだけ言うと,と、えー、あの預金を例えば運用に回したらどれくらい増えるんかというのをいろいろ調べてみたんです。うんうん、で例えばね GPIF っていうのがあるじゃないですかあの年金僕らが積み立てる厚生年金のお金を運用してるもうぼーっと持ってかで増えるのが運用するんです。 でここが GPIF、独立行政法人、うん、GPIF というところなんですけど、ここはそんなに難しくとやってないです、うん、国内の株式、うん、国内の債券、社債、それと外国の株式、外国の債券、うん、この4つに基本的には25%ずつ。うんうん 投なるほどでそのうん、プラスもマイナスもそ,のそ,のそれぞれの市場の動きに合わせてやるという、うん、ある種自動的にやる、はい、んそんなに難しくない、うんえっと、この真似するのは簡単なぐらい、僕らポートフォリオでと言います,います、はい、このポートフォリオはもう簡単なポートフォリオ、うんうん、それで、えー、一応ね、えー、年率でいうと、この20年間でいうと、年率でいうと3.7%増えてる率<ー>、ねね、年率お これ結構なんですこの間例えば名目の賃金が4%上がってたら年率結局減っとらないかなんだけども実はこの残念ながらこの30年間は20年か20年で3.7この20年間ほぼ給料増えてませんから3.7増やしたことで日本の年金は結構100兆ぐらい増えたからんかそんなんで そって普,通に普通に別に特殊な運用生限をそういう増やし方うもう一つ言うとねあの確定拠出年金弊社もちょっとこれあのまた、あまあ、難しい言葉なので言うときますと企業というのは、まあえー、退職金あるなしありますけども、うんうん、退職金ある会社の場合、うん、ボンと渡す会社もあれば、はい、一部を企業年金という形で渡す弊社もそうでございます。そそるとその昔はその その会社が自分とこで自分とこでっていうか自分とこに付き合いのある信託銀行とかで増やしてもらってたで皆に大体これくらい年金月々払うねって言ってるお金を渡すには例えば年3%で回さなあかんとかなってきてこんなん無理と無理とる無理となってでどうしたか言ったら月々のお金は会社が出してあげる退職金やねんからやけど自分で運用しなさいなって これが確定拠出年金。そうですね。これも結構やってます。はい。やってるかい、わいちゃん。で、あの、毎、半年に一遍ね、くる,、ね、るんですよ、<れ>入ってきた時に。はい、で、見て、あ、こんなんか言うて、うん、僕もやって一回も触ってないんですよ。 あそれはね一番あかん人ですあなたは岸田さんに怒られなさい、うん、<laughs> 私もです石田さんて。あのねうちの会社もねこれをねものすごいやってるのは僕の知っての中では石田さんと原田ですわ <laughs> <ー> <laughs> そうですね <laughs> <僕>一応毎回見直しなさいよって言われるんですけど<ー>僕はもう あんまり僕は見直せんけどねボンと決めたら長期運用でそれでいくんですけど多分ねそれをやることで全然違うしうちの会社もね、うん、ちゃんとセミナーとかもやりますから、うん、ちゃんと見直しなはれてくるんですけどまずかやってるか <laughs> 確認する確認するきっかけになってるだけですね。もはっきりで定期預金にしたまんまやろ。そうで僕と松川さんはもう岸田さんに怒られる派です。めちゃくちゃ怒られるの。もうんまチビチビ怒られるほんまに。だからこんな人たちがいっぱいのところでね、一億総株主できます。だからえっと数字だけ言うわ。えっとね、確定給与年金やってる会社はまあそこそこあるんですけども。 2020年3月、だまコロナの影響が少し出てる頃この時点での加入者の運用利回り平均、年0.6%なんですよ。多いか少ないか、0.6%多いか少ないか、微妙に少ないもやろ。ところが、ウワちゃんみたいに、マツカみたいに、定期預金にすると0.002なんですよ。 いや、定額金とかなんか一回組んだんですよ。外貨そうそう一回組んで、一回組んで、えその代わりそれを見直してないんですよ。いや、それが一番一番あ、それでいい。結構増えてると思うよ。増えてるのはね増えてたと思いますけど、提供金だけにすると零点零零二なんです。でももっとね、例えばほら世の中の情勢見ながら、海外海外の債券をもうちょっと転倒転で転でずっと。 長期預金長期そうやってか一番安心安全のそしたらさっき言った GPIF がやってるやつ日本の株式日本の債券外国株式外国債券を4分の1ずつんなこれていけないんです 金の0.6がでも少ないか言ったらね実は少なくって何でか言ったら今言うたように確定拠出年金やってる人の半分以上はあなた方のように定期預金でほったらかしてるから半分以上の人は0.002のままなんですよ。そういうことは0.6年率平均0.6ということは普通は1.2から9.5ぐらいが悪いことや。 あのねやっぱこれさっきもお医さん言いましたけど根本の考え方をやっぱり我々はね改めないかんもっと結局のうに弊社も含めていろんな企業が企業年金やってましたそれは自分企業が運用してましたでもそんなにうまく回されへんなったから自分でやってくださいしたなりました自分でやってます。企業は いくらで回してるつもりでどったかなこのパーセントを超えたら自分でやった方が得やったこのパーセントより以下やったら昔のように企業がやってくれるとか得やったってパーセントがあるんですそれは2パーなんですよ1.99なんですけど2パーで自分で回して年率2パーセント以上になってる人は会社にやらさんで俺がやっておいてよかったとなるわけああなるほどまあ言うたら君らはあとで見とかなあかんちゃんとちょっと身を。 このためにも例えばさっき言ったよ GPIF がそんなに難しい運用の仕方してへんでと同じ商品何本でもあるよと GPIF とそんなんを中学生ぐらいに教えてあないの俺はやっぱりそれぐらいで教えてほしいですね私もうついていけないですもんすごい説明を受けてじゃあ国内と海外それぞれにって思いますけどだからもう GPIF 日本の公的年金 まあはっっきり言って厚生年金とかまあまあ共済年金とかを回してる増やしてるとこのやり方は日本の,株,の株式日本の社債外国の株式外国の社債を4分の1ずつインデックス投資言って上がった時は上がった時下がった時は下がった時でまあはっきり言ってほっとく、はい。はい <で><の>長期的に見ると長期大事なことはビビって、うん、解約したりするから赤だからねあのほらよう僕らニュースでね一方でほらあの、えー、詐欺みたいなのもあるやないですか年利何パーセントで回しますみたいなと、うん、そんなんとかもう一緒ごとになってる。 そうですあって、うん、なんか、えー、こちょっと怖いな思いながらっていう方が多いんちゃうかな思うんですよねあの昨日のジョーンさんも言ってはったかな、うん、その昔のバブルの時のね、<う>株の崩壊をちょっと見てたりするから株はみたいなや、ね、つ、ね、なんかこう昔からさ、うん、なんかちょっとあれやろそこ怖いみたいなそう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 、うん あの大切な大切な100万円があったら100万円はもうそんなに増えんでえいけど変のは嫌みたいなのあるじゃないですか昨日もだからその、まあ、いろんな商品があるからできるだけいろ,んいろんなもんがバスケットに入ってるやつやとリスク少ないでそれは上がる時も空が、うん、そ,そんなローリスク、うん、ローリターンになる、うんはい、それでも定期預金に比べたら何百倍というやつ<う>になるんで、うん、だからまあここに来てるのはその岸田さんのね、はい、お話で1億総株主でこんな話が世の中にちょっと出るようになって。 で考え方がちょっとみんながちょっと緩く、ねはいうんはい、そうです気持ちね話を最初に戻しますと、うん、小学生からこういう授業をやりましょう思いますで、うん、あのほんまにお家におけるそのまあお金の話みたいなのをまあどこまで嫌がらずにするかみたいなこともありますねそれは例えばイスラム教はなぜ配当やったらいいのかという話を <laughs> してもらうとわかると思います。まはい。えー、えー、ということでええー、皆さんラジオ局の皆さんも今日から株主。いや <laughs> これ考えたら今日から株主。<laughs> いやちょっとな、ま、れます興味持っても大変ですよね。とりあえずね。はい,、うんい。はい。はい、時刻六時四十三分でございます。続いてこちらです。はい、お話がらっと変わりまして、うん、シャインマスカットが中国で流出。 えこれ損失が100億円という話でございます、ね、え人気のブドウであるシャインマスカットが言うと高級ブドウですよねすよあれひとくさんに3000円しませんってきたらそうですね皮ごと食べるこのシャインマスカットが中国への無断流出によって 品種育成者が得られるはずの巨諾量換算で少なくとも年間100億円の損失が発生しているとの試算が農林水産省から出ました、えー、中国の生産者がこの種苗ですよねこれを正規に購入して現地で栽培されたと仮定して試算したものなんですが、まあ、こうしたあ農林水省は品種の流出による経済損失の防止へ品種の育成者権を,え育成者権を管理保護する専門機関の設立を検討しているということです 中国ずるい韓国ずるいというイメージを抱いちゃうんですね、うん、なこいつらもう日本から苗買わんと自分らで勝手に打、うんうん、ち出して日本の苗、うん、でそれで向こうで増やしてちなみに中国ってシャインマスカットの作付け面積って日本の30倍ある土も広いか、ね。<ご>い <laughs> ほんならだから<う>シャインマスカットが安いよめっちゃ安いですよおそらくまあそれでも向こうじゃ高いよ例えば一房500円でも高いんですよ向こうはうまあねでも、まあ それを東南アジアの例えばそうですねタイとか、うんえー、ベトナムとかにどんどん輸出して。うんうん で向こうの人もこれ美味しいしそう美味しいまあ安いし買いはるでそのその損も入れたらもっと損するんだけどもまあまあまあただまあそやなタイベトナムやったら安いから買いはるっていうのはあるけどそうですねベトナムの子と前喋ったやっぱシャインマスカットめちゃくちゃ人気やねやっぱさそれはもう世界共通のおいしさですよねいちごも美味しいですけどあいちごねあそうなんですあっで紅ほっぺ同じ同じことが後で話しますシャインマスカットとは同じ でこれもベトナムああう中国とかでいっぱい苗持ち出されて向こうでいっぱい作ってましてちなみに中国で栽培されるいちごの4分の1は紅ほっぺです。美味しいいででですす中中国産ももも身は一緒日本ののの方方が手間暇かかかりとねちろん ただ、たぶ向こうに閉めたらすごい高値で売れるから、そういう意味ではね、だから上手に育て反応かもしれんけど、このニュースは、流れたときに、中国や韓国が日本の苗を無断で持ち出して、それを向こうで増やして、大儲けして、日本、大損やというイメージをこれ、いられちゃうんまあ、文文で言うと、そんな感じしますよねこれは悪いのは誰かがいたら、日本なんです、ここをきりさあかんという。 ために今日これ取り上げようと。種苗法という法律です。知的財産管理技能士の試験には必ず出てきます。種苗法というのはね、普通の特許って20年なんですね。あの出願してから20年間はあなたのもんです。種苗は苗はあの育てるのに危険があるいるんで、育成出と登録してから30年という一応あるある。で、まあそれくらいの種苗法やったんです。けどちょっといろいろまああの 最近公開正去年いろいろしたんですけども、うんはい、その時にあの品種を作った人が、うんえー、新しい例えば「上泉2号」みたいなの作りましたと「おい <laughs> しいですよこのブドウみたいな <laughs>、うん、でこれを出願する時に、うん、まあ一応細かくその規定はあるんですけども、うん、その時に「僕はあのこの国は栽培してもいいですよこれをそれ以外の国はダメです」とかあそんなんも聞けるんですか へでそれが去年なんです。うん、でそれを守らずに勝手に個人で持ち出したら、うんえー、10年以下の懲役なんです。それはい、去年から,年からあら<え>それはねじゃそれまではそれはいいやそれ持ち出すのはまた別の話が条約がいろいろあったので,<ー>で、ね、まずシャインマスカットってちょっといつできたか言ったら、はい、2006年に。 品種改良されて登録されました。2 0年か。なんか最近でな。まあまあ最近。シャイマスカットはまだなんか新しいイメージがありますけど。食べよいね。出てきた時衝撃でしたもん。あそうね。あの僕あのブドウ好きやねけど皮むくのは面倒くさい。だから衝撃やったね。食べよいしね。食べい。イメージやっぱりそれまでブドウ言ったらやった。 今巨峰はやっぱり幅は気がしてるけどやっぱり昔のデラウェアが減ったなデラウェア減ったでも好きですよ私デラウェアはいいっぱい口の中に入れてプチプチプチってやるの好きですよデラウェアがもうタッパーの中入ってったら夏やな冷蔵庫で何 あの松川いっぱいデラウェアは頬張って、口の中で顔を固めてペンで出そうやから。ええ、出せ、出せ、出せ。はい、はい、じゃ、どれが悪い。今シャインマスカット。でも、シャインマスカットの方がひょっとしたデラウェアより多いかもしれんね。まあまあ値段がちゃうけど。シャインマスカットはね、高い。高い。さあ、けど、あの、マスカットに比べりゃ。 本家のごめん2006年に登録されました2036年まではそれは30年間は作ったところが独占できるでこれ作ったのはね国立研究開発法人要は農水省所管の国立の機関が作った広島で作ったんで一応一応シャインマスカットは広島産業になってるんですけどまあまあ今はもどこでも作ってますね。 その時こっからです日本はうっかりしてんねんこれもうしっかりしてくれよって話でシャインマスカットを作った時にこれを海外に輸出しようとは思ってなかったそしてまた日本でこないに売れるとも人気でいれるなんだからこないにあなたデラウェアを存在脅かすぐらいなったでその時に実は日本は品種登録したけど日本の外外国で品種登録してなかった。で これから先は条約になります、うんえー、植物新しい植物をが作りました、うん、でそれの品種を保護する国際条約っていうのがあるんです。うんうん、でこれは、えーうん、自分とこのお国に品種登録す、うん、した後に、うんはい、そこから一定期間内に、うん ここのの国国ももそそううでですすだからつまり今回やったら中国にも品種登録したら中国の人は勝手にできへん。はいそうですね勝手にでへんこれはどっちかというと条約ですね種苗やなく条約の方で種苗法で登録します。で登録したあとは今度は条約に話が変わって他の国はできへんように条約にのっとって他の国にもその。 うちだけねと。いう登録をしてください。はい、うで,、ねちはい、でうちの許可なくやったらあかんよで、ね。で、はい、その期間が日本に登録してから六年間っ。うんうん、ってことは二千六年に登録してるから二千十二年までにやなあかんから、うん。はいはい、だ。このもうほったらかしい。うん、忘れてたんですか。いや。面倒くさかっよくわかへんない。そこは消してほしい、ね。 思う今頃ねちゃんとねあのあった百億円給うねじゃそんなやったらその時にちゃんとしとけよという話なんですよ。これね、こそれこそ勝手によその国で栽培してますやん。かね我々三十倍あのややってます。でしょ。これがもしあかんかったらちゃんとやってればできないわけじゃないです。かそうです。 それでも勝手にややるつそれはでもやっぱり条約違反やということで取り締まってくれとか罰則できるけどもう OK なやってへんそれは条約にのっとって中国であかんよとやらってへんだからそれは中国でどんどん広がっちゃったなら僕らは中国なりをすべることはできないわけですねそうですだからこのニュースは僕はこのニュースを聞いて中国ずるいとこそらお門違いやわ。 ちゃんと中国は法律とか条約にのって日本のこれええブドウやならで苗を中国に持っていって植えていやこれあかんってなってへんしなと植えたその後去年種苗法が改正されて農家の中でも増やす場合でもその作りますその種から次の世代作りますっていうのは登録品種に関してはいちいち苗を買ってくださいになったわけ。わかります はこの期間中は特急が利いてるうちはあのその都度内買うくださいあそうなんですねそんなんで統制取れるというのかいけるんですかいけるで増やしとこうとかそんなんは結構ねもめたんで去年もめたんですけやっぱここはまああのこれも罰則あるんでまあまあそれはずっこちゃやってる家庭菜園はかめへんあの農家さんで農家さんがちょうどお商売すなる時にほんでそれぐらいやってるけどそのもっと前に中国にやってへのやから中国はもう 好きに増やしてるわけで。好きに増やす。だから、今日本やったら、この日本の法律、に去年の種苗法にのっとったら。自家培殖、あの増殖できへんから、うんうん、いちいち内容買わなあかん。となったら、中国も。今の作付け面積で、いちいち内容買わなあかんねやったら。百億円ぐらいの損です。せっかく百億円やったっけな。損です。はい。話なんですね。うん、でも、中国は、いや、そんな効率できる前に。持ち出している時に、持ち出して、自分のところで増やしてるし。 治療法っていうのはあくまででも日本律中国国内では関係ないわけやから、ね、自,自分らでこれやりますわとこの、うん、もう何このまま、うん、この状況は、はい、まあ日本がそのでやらなかったわけでずっともう手をこまでいってというそうですお同じことがべんも起こったわけだからここからもうやらないようにちゃんとしていかなきゃいけないということですねそうなんです うそうなんなですさっきマスカ言ったように、うん、これや忘れてた,れてたそれともかなんかミスやったんいやろなってだこを想定してなかったっから外国に持っていくのを輸出してんのを想定してへんけどか勝手に持っていかれたら、うん、もう勝手に持っていくのが。 あかん時じゃないわけや。オッケーな時に持ち出したもんは、もう何も言われるかな。里え人株でも。で、言うて、さかって、今度、今から無理ですとは、もう言えないわけです。もう言われへん、言われへん。ですもんね。で、一方で、あの、まあ、日本の政府はですね、この日本の農産物ってね。実は高いけどね、美味しいから。そうですよ。じゃ、売れる、特に果物。果物、そう。と思いますね。言語とか。あの、また、多分法律違うんですけど。今日、あの、ほら、牛とかも、そうでしょうん。

えそういうまあ機関を作ってね輸出拡大に取り組みましょうという今法律ができたんですがちなみに2021年の農林水産物食品の輸出額はざっくり1兆2000億です。これ初めて1兆円突破したんですやっぱり日本ってすごいうでよねで25年あと3年でそれを倍にしようという計画で30年あと8年で4倍にしようという計画でこれ僕で可能やと思うんですよちゃんとやったら。 今回のこのシャインマスカットがベニホビーみたいにボーっとしてだあかんでと。うんうん、そうですね。もうこ,この悲劇を繰り返したいかんという話ですね。<笑><笑>そうそうそう。なるほどな分かりました。はい、えー、時刻六時五十五分コマーシャルの後も話し続けておきたいります。さあ時刻六時まもなく五十六分になりますが続いてはこちらです。もう限界。もやし業者が悲鳴。 さあ先ほどのシャインバスカットについて今度はビールが美味しくなる季節なんですが、まあ、当てとして大活躍するもやしそのもやしの生産業者はかつて、ね、苦境に立たされているということで、えーとまあ、この原料の種子価格の高騰、まあ、ロシアのウクライナ侵攻などの影響の原油高輸送費や工場の燃料費がかさんで生産コストが上がっているということで一方でコール店への納入の価格はなかなか上げてもらえないという現状だそうでもう生産業者からはもうとにかく薄利で耐えてきた けれども,もう無理という悲鳴が上がっているということ、ねうん、そうなんですもやしねいや<き>僕も一人暮らしになるようになってもやしは優秀優秀でうまいなうまい昨日ね、うん、あのーまあ、また飲み屋行ってませんけど、はい、昨日もやし炒めを頼みました<ー>うまいわあのね、はい、どうやって作っとんねやろう思うてねちょっと盗んだろうと思ってねこう見てた <laughs>、うん、ねねおそらくね 食べるいやいやいやでもほんまにもやしってもうちょっと炒めるちょっと味変わるだけであとちょっとナムルっぽくできたりとか炒めもできたりとかそれで言うとねスーパーでさもやしほぼ中心のちょっとだけにらが入ってるやつが袋入ってるやんかあれ買うてくんねんなでフライパンに入れてもう蓋して勝手になるチコになるやんかそこにオイスターソースちょっと入れんねん炒めんねんそれを 醤油ラーメンのインスタトラーメン上にのせるだけでどんだけヘルシーなラーメンになる。番組のテスト変わってるよもう伊勢さんこれも。え？一応バレるあり。ニュース番組、料理番組。あそう、そう。でももやしもやし。もやしは昨日とでねこのちょっと見てごたこれねもやし屋さんがあんまりしんどいからこんなねあのリフレット作って消えゆくもやし屋。これ2月にねでこのもやし生産業界の苦境について報道のお願いという。へえ。あそんなんが来てるんです。だからニュース増えてるのこのお願い。 <laughs> 取ってるからと思うんですけど、はいはい、このええー、まあ傾向も足してあってこのまあリーフレットを作った三日後に、うんうん、ソ連のウクライナ侵攻が始まった、はい、これ何に関係あるか言ったら、うん、もやしってあのビニュールハウスで作るから、あ、うんていうかなあの燃料含、うん、めなあかん。含めなあかん。はい、はい、燃料費がかかる。うん、それウクライナ侵攻でまた もやし屋キーイクで言うてる3日後にはなさらに追い打ちをかけた追い打ちをかけたやんでもともとがあのもやしってすごいこう安いんだけども、うんえー、戦後はねこのキーイクもやし屋によりますと、うん、戦後はね1,000件ぐらいあってんて、うん、でそれが1995年には550件になって、うん、今そこから8割減って110件、うん、その割には安できてません実はその間、うん あの生産量増えてるんですよ。それ大規模な。で価格は二割下がった。すごいやろ。九十五年から二千二十年までに、二十二年までに二十七年間で価格が二割も下がってしまってんで。それは何生産努力のおかげみたいな。あるけども、そのここかがちょっとまあ今日話したいとこなんですけども。 もやしがかわいそうなところなんですよもやしがじゃあ何か何言うもっていやでも確かにもやしってね、うんうん、あの人パック30円とかものすごい安くできてることにも意味があると思うんですけど一と言言うと「うん、頑張ったからいじめられる」みたいなちょっとかわいそうなところあるかな、うんですもやしは。七時の時報の後、うん、その仕組みを聞いていきたいと思います七、はい、時です。その頑張ったから 安いなって、うんうん、敷げられる。日のどっくらいですよ、もやしは。はい。ほんまに。あのまずね、なんで安でされるかというと、まずね、ええ、千円やったもやし農家がどん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 倒産されていって、ええ、今はああ、百件ぐらいです、百十軒ぐらいにな千円から考えたら九割減ったわけ。はいはい。でその間、どん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 大規模化していったよね。はい。だから生産量は増えてる。増えてる。で、大規模化する工場生産です。うん。工場生産で年間を通じて。うん。 安定的にすぐ前い育ちおりますから工場の中では安定的に供給されるだから物価の優等生言いますよねもやしはもやしということは普通の例えば玉ねぎ今高いでしょ知ってる玉ねぎは今もう北海道かどっかの玉ねぎあんまりとれへん取れへん言てますねでそういうのってよを聞くやん大根が取れへんとかハッサが取れへんとか逆に取れすぎて安なったとかもやしはそれがない。 安定してるから安定してるから旬がないっちゃ旬がない年中年中をおしいですよね。ということは他の野菜が高い時にもやしなら安いですって確かになるわけ。物野菜が高いでもは安い普段3軒のもやしが一袋今は葉物が高いからもやし20円しますたみたいなスーパーの戦術にうん 組み込まれてしまう,うん。頑張っとるな、もやし。もや、頑張ってるから、故に。もやしは。安い。うんはあ、と、かといって、頑張らんわけにもいかんでしょ。生産者さんは。そう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 、だからもう。もう、は、言ってますね。例えば、一袋を、も、調べたらね。うんえー、あの、総務省の家計調査。はい,はい。で、まあ。大体、一袋二百ぐらい入ってくる。まあ、百で計算すると。はい、今ね、大体、あの、十五円ぐらいです。百グラム。そうでしょう。百グラム。 おいしいしな。うん、でもやしほんまもやしやと安心するんですよ何でも使えるから。そう ほら学生の時お金あれへんだからもやしをカレー粉で炒めてパンに挟んでサンドイッチホットドッグで食べてドッグはどこにあんねん言われながら。っからやっぱり番組の点数やっぱ変わってるのかわいやでもあのもやしっこっていうのはほんまもやしはもう栄養あるしすごい夫分育つしでさっき言ったよう大規模の工場で作りますんでまあ合理化が進んでますんでえまあ 安く価格がそもそもも抑えられるようになりました一方でその生産量は増えました。はいはい、となったら当然価格は下がるんですがそれでもね1袋15円は安すぎる言って,言ってはるわけですそ,<う>そうは二22年前は20円やったんです、うん、それ二22年で5円1袋じ20円から15円下がっ,っ,て,下がってる、うん、でもうちょっとなんとかしようと燃料は上がってる袋代も上がってる、うんう あと中国からそれこそね種は入ってくる緑ともやしの種これ中国から入ってくるでこれも高鳴っとるもうちょっと言ってはんにもやし農家が経営こうもやし屋さんでここで言ったかな10円も上げてくれて言えへんと2円3円が上がるだけで全然ちゃうんですかちゃうでもその導入業 納入価格がでもやっぱり上げてもらえないわけですかないうか特にスーパーとしてはこんな安売りに便利なものはないわけよ。ーーで,いやでも消費者としてはもやしちょっと上がってもそんなに便利なもんじ<う>ないですよそなのさっき言ったこれあの家計調査やと1 0 0ムで15円ぐらいなんですけど、うん、今あのスーパーはね2 0 0ムで20円台が普通なのまあまあそんな気で 10円切って目玉商品で売ってきようってるんや9円とか。<ー>で、もやし屋さんというか、その、まあ、そののまあ業界もですね、うん、そのまあこれ、客寄せでこんだけ安すんのは、うん、客寄せの商法として分からんでもないけど、不当レンやと、こんなもん、は、うん、はい、はいなるほど安すぎる安すぎると,ぎるということで、そのおまあ国にね、うん、あのこれ不当レンですからとちょっと。うん と注してくださいと言うてるんで公正取引委員会に言うても公正取引委員会は注意はするんですけどまあその時はふにゃふにゃ言いながらまた安売りになってそ,<か>その繰り返しらしいです。これはどうすればいいんですかでも我々がじゃあ頑張ってもやしを買うといい安なるわけですかどうなんですか だからちょっとぐらいたこうてもう例えば一袋が今大体25円ぐらいなんですけどそれが30円になっても文句高いことや。うん、で言わ,もうじゃあ言わんとこもやし高いなわ。で昨日食うたもやし炒め390円やってどうなあれおそらくもっと30円ぐらいのもやしも <laughs> <laughs> でも美味しかったな。ううねうん、だから僕ら僕が例えばもやしを食べ で差し上げるといいう言い方も変ですけど食べることで農家さんがよくなるんだったらいいんですけど結局仕入れの問題になってくるとまたちょっとちゃいますもんね。はい、ね常に,常にい同じ品質のもんが一定の量が、うん、常に供給されています、うん、もやしに関しては旬がないから。うんうん、でそれでこうちょっとこうおまあ 足求められてるか、玉ねぎやとさ、うん、今は高いとか言ってるから。そう,そうですね。わ<や>、ね、かりました。じゃあ今後もやしがスーパーで高くなともやしたくなったかっいうのは、はい、もうええなを聞いてる人なんかじゃ禁句ですねでもでも。もやしが200グラム10円台で売ってたら、はい、農家困ってはるなと。そうですね。大丈夫かなと、いや今でも思ってますよ。思う思う本当大丈夫なのかなと思って。わかりました。